お久しぶりです。白田さん、今日もよろしくお願いします。はい、お久しぶりです。お願いします。じゃあ、簡単に経歴とか、どんなことやってるかってお話ししてもらってもいいですかね。はい、私今、ラクセム訪問看護リハビリステーションで勤務している白畑と申します。もともと、回復期病院で6年ほど勤務した後に、その後、10年ちょっとなりますかね。今の訪問の会社で、管理、運営やらせていただいてます。はい、ありがとうございます。今日なんですけど、一応、2024年って医療と介護とか、福祉の同時で変えてあるっていうので、ほぼほぼ出揃ったと思うんですけど、はい。白畑さん多分、訪問看護ステーションの分野でずっと働いているので、いろいろと詳しいと思うんで、ちょっと聞きたいことが一つありまして、はい。あんま長すぎてもあれだと思うんで、例えば、今後ね、訪問看護のリハビリとか、そういう系っていうのは、どういうふうな感じになっていくのかなっていうのを、2030年ぐらい、6年ぐらい先ぐらいで、どういうことが今求められてて、どういうことが今後必要になってくるみたいな話はちょっとできたらなと思うんで、そこら辺はをい、ちょっとよろしくお願いします。そうですね、一応今回の改定で、全体的なところにいるとは思うんですけど、賃上げっていうのがすごいニュースとかでは言われてますよね。訪問看護の分野に関しても、基本報酬に関しては、微増、基本的には数単位ずつは全部上がっております。で、あと今回、その加算のところですかね。単価が結構変わってるところが多かったんですけど、やっぱり前々から言われてきていた、重症度が高い方だったり、あとは在宅での看取りに関してっていうところと、あとは病院から在宅に帰るときの退院日の訪問の連携に関して、その辺の加算が、おおむね50単位から500単位ぐらいは追加で大きくなっています。ので、訪問看護ステーション単体全体で見ても、規模に限らず、数パーセントですけど、微増というような改定になってますかね。で、一応今あったその、次のダブル改定ぐらい、6年後ぐらいの見通しっていうお話でしたけど、去年、今年あたりで、やっぱり、そっち方面の方に関わってる方たちのやっぱり話を聞くところによると、やっぱり、要支援の方に対して、これが、訪問看護ステーションの中での、いわゆるリハ職が関わるパーセンテージが、割と比率重めのところではあると思うんですけど、そこに関して、今回、単価が結構減算されてます。で、国の意図としては、訪問リハビリテーションの方に、要支援の方は移行していきたいというの意向が割とあるようでした。なるほど。訪問看護と訪問リハって何が違うんですか？基本的なあれですけど、訪問看護ステーションから訪問看護師の代わりに、リハの専門職がリハビリテーションを提供してもいいよっていうのがそもそもの前提になるので、単位名分としては看護師じゃなくて、リハ職もリハビリテーションだけを提供するんであれば、訪問看護ステーションからも行っていいよっていうところなんですけど、そこのやっぱり需要も多かったので、そこの訪問看護ステーションからのリハビリ職がかなり常に増えてきてるっていうのが、訪問看護ステーションのまず特徴ではあります。で、訪問リハビリテーションの方って、そういうステーションがあるっていうよりは、医療機関だったり、老健だったり、基本的に医師がいるところですね。に、訪問リハステーションっていうのは作れまして、で、基本的にはそこにいる医師からの指示のもと、そこから退院した人とかが多いんですけど、リハ職が医師から直接指示をいただいて、リハビリテーションを在宅で提供するという形になります。訪問看護ステーションだと、それぞれの利用者さん、患者さんが通ってるところの主治医から指示をもらうんですけど、指示どこからもらうかっていうところの違い、まず一つ、そこなにるほど違いね。は、あります。で、あともう一つが、単位数が若干違います。いいってことですよね、訪問リハの方が。あ、そうです。そうです。訪管の方のリハだと、今、
まあ、1単位って言うと20分ですか。20分が今293単位なんですけど、訪問リハビリテーションの方は307だったかな。一応今回の改定前の数字ですけど、293と307と、まあ、若干差はあります。で、あと訪問リハビリの方だと、まあ、加算とかもそれにもろもろついてきたりはするので、単純な単価でいうと、やっぱりリハの方が若干高めになっています。なるほど、なるほど。そうなんです。ので、一応まあ、お金の面っていうところと、ドクターの連携という面では、やっぱり若干そっちの方が、まあ、上っていうとちょっとあれですけど、差は少しありますかね。うん、はい。なんかあれなんですね、病院とかって、もうちょっと私も病院離れてだいぶ経つんであれですけど、150点とか200点ぐらいの間じゃないですか、大体が。あ、運動器だと、そんなもんですよね。ちょっと下がってますもんね。でも訪問とかの方がやっぱ点数高いってことは、やっぱあれなんですかね。高いですよね。単純に計算を一緒にはできないかもしれないですけど。そうですね。多分ですけど、多分病院って、変な話、移動時間ほぼないじゃないですか。うんうんうん、ので、それで、まあ、1日に20単位、21単位とか、うん、まあ、帰り派とかだと取れたりはすると思うんですけど、うん、やっぱりこの在宅系だと、まあ、基本介入訪問の合間の移動時間とか、うん、あと前後の連絡とかもあったりするので、うん、20単位とか取るのほぼ不可能なんですよね。あ、そう20単位は取れないって、何単位なんですか、最大取れて。実際ですね、うち常勤の基準としてるのが、どんだけ行っても6枠なんで、18単位とかが取れればまあ理想かなっていうところですね。けどあれですよね、18単位で、病院でも18単位って結構大変ですよね。あ、そうそうです。だから多分病院にとっても21単位とかじゃないですか。そうですね。多分それでまあ150点だと計算して、そうするとやっぱあれですよね、訪問の方が点数高いですね。あ、高いと思います、単価に関しては。あ、なるほどな、すごい、なんかすごく納得しました、今聞いてて。はい、ので、変な話、多分病院にこう併設というか、法リハあるところも、うん、利益率で言ったら、法リハ人数増やした方が、うん、多分売り上げかなり上がると思うんですよね。うんうんうん、はい、僕も、まあ、併設のところに前所属していて、はい、で今もその法リハで勤務してる人とかと連絡取ったりするんですけど、うん、やっぱり利益率で言ったら法リハの方がすごいやっぱり大きい、うんうん、ですけど、やっぱりどこもそんなに人数割かないんですよね。やったらいいのになって、今ね、訪問の法リハコンサルとやろうかなと思いましたもん、今聞いてでもありだと思います、ね、なんか普通にね、こっちはめちゃめちゃいいですよっていう風にですよね。病院とかで作ったらいいっすよ、はい、なんか、はい、なんでまあ若干あれですけど、まあこれは諸説ありますけど、まあそのやっぱり医師もこう自分に近いところのリハ職から在宅行ってほしいっていう人もまあまあ割といるみたいなので、うんうん、その法リハの方を推してる先生とかも割と多いみたいですね。なるほどね、そうっすよね、はい、確かに。あ、すごく今現状がよく分かりました。でやっぱあれなんですかね、はい、さっき看取りとかのところの話が結構出てたじゃないですか。はい、ってことはやっぱもうこれから今段階の世代の人たちが、ちょうど、75歳ぐらいなんで、多分あと10年とかっていうスパンで見ると、はい、まあ、平均寿命を超えてくるじゃないですか。そうですね。ことはやっぱ亡くなっていくケースっていうのが多分増えてくると思うんですよ。まあ、いなくなってしまうっていう悲しいことですけど。そうですね。そこに対してのなんかニーズがどんどん高まっていくって感じなんですかね。一応そうですね、政府もともと言ってた2025年問題っていうのがまさに多分そこにあるとは思うんですけど、はい、はい、っていうのと、あと基本的に多分デイサービスとかも含めて、訪韓とかも含めて、うん、ちっちゃい事業所いっぱいっていうよりは、うん、大規模化はやっぱり国まだ推奨はしてるみたいですね。あ、なるほど。やっぱり強化加算っていう、はい、看護師が何人以上でだとか、そのまあ割と大きな加算になるんですけど、うん、それとかもやっぱり大規模の方が推奨されてるなっていうのは法律の感じから読み取れますね。定数違うんですね、やっぱ。あ、そうですね。ことはやっぱガソリンスタンドとか、薬局とかみたいにこう統合させていこうっていう動きがこれからの6年起きてくる感じなんですかね。
そ そここままでいかで、ない。そうですね。まあでもまあ、大きい方を評価しますよっていう感じはありますね。大きくて、なおかつ、重症度高い人取って、看取りをっていうので、若干最近、その一部の、精神の専門の訪問看護ステーションが、なんかこう、ニュースとかで、ちょっと取り上げられたりはしてましたけど、その、精神って、まあ、変な話、しっかりやってるところが多いんですけど、そのニュース出てたところだと、まあ、割とちょっと軽い人ですけど、医療保険だと、30分行けば、所定の単位数が取れる。はい。同じ単価で介護保険と比較すると、まあ、60分ぐらいの訪問と同じ単価で取れるところを、医療保険だと30分で取れますよと。すごいですね。時で、間半分ってことですね。はい。で、なおかつ、まあ、必要性があまり高くない人にも週3を無理くり契約させてたみたいなところがありましたと、ニュースに上がっていて、ので、30分の方も無理くり週3で契約してみたいな、まあ、変な話、働く側からしたら、ちょっとそこ、重症度高くないけど、手厚くいって、ただ売り上げは立つっていうところが一部あったみたいで、はい。で、多分そういうのをちょっと国は是正していく方向にはちょっと動き始めたのかなとは、なるほど、そうっますよ、す確かかに。ね。で、そういうとこも含めて、多分でかい方が多分管理する側もしやすいでしょうし。まあ、そうっすね、多分でかい方のが管理しやすいっていうか、まあ、そうですね、まあ、多分、けど規模が大きくならないと給料も上がらないですからね。そうですね。それはなんかやってて思いますね、自分も。店舗作るときに、やっぱ、中間のところのお金が、やっぱ1店舗で見るより、3店舗、4店舗、5店舗とか、6店舗、10店舗ってあった方のが、そこが減るじゃないですか。まあ確かにそうですね。それはやっぱ大きいですよね、絶対。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あれなんですかね、まあ、いろいろと、業界の流れとかっていうのはいろいろあると思うんですけど、じゃあ、まだこれから、こう、まあね、2010年代を僕はから理学療法士をやってる、まあ、シャーさんも同じぐらいじゃないですか。2010年代っていうのはやっぱ僕からすると、訪問っていうのはすごく、こう、ガーッと伸びていった感じじゃないですか。そうでとんすでもない、ね。とんでもないあれじゃないですか。PT とかも結構みんな行ったじゃないですか。はい。あのレベルのこういう、あれは続かないかもしれないんですけど、多分それでもなんか一定数まだ訪問で実際ね、やりたいっていう人たち結構いると思いますし、まあ、反面、なんかあの時を知ってる人からすると、もう訪問って、下火なんじゃないのっていうふうに言う人もいると思うんですよね、ただまあ、これ見てくださってる、まあ、まだ病院に勤めてたりとか、して今後訪問行きたいとか、また訪問から他の訪問に移ろうかなとかって考えてる人に対して、なんかあれなんですか、この6年間、まだあれなんですか、売り手市場なんですかね。そうですね、まあ、確かにその、まあ、言う人が言えば、その訪韓バブルみたいな事業所がすごい増えた時代に比べると、まあ、その時よりまあ落ち着いてきてはいますね、実際。はい。まあ、ただやっぱり、さっきの団塊世代の話もありましたけど、やっぱり在宅っていうのは基本的に国はずっと推しているので、はい、やっぱり医療的処置とか、まあ、必要な方とかでも、まあ、入院じゃなくてもどの家に帰して在宅で見ていこうっていう流れは変わらずではあるので、まあ、まだニーズは高いですね。はい、それがあるので多分加算とも増えてきてはいるので、前よりも、まあ、下火になるっていうよりは差別化されていくのかなと思います。役なる割ほど。分担がもうちょっと明確になるといいますか。はい。ので、まあ、今までその予防的なところでの離発食の役割っていうところと、あと重症度高い方、リスク管理ができる療法士の重要性っていうのが、役割分担がしっかり分かれていく時代になるのかなと思ああ、いなるまほす。ど、なるほど。はい。一応まあ、今回のやっぱり改定からいくと、やっぱりその重症度高めだったり、リスク管理ができる療法士っていうのが、やっぱり在宅領域ではかなり、ニーズが高くなってきているので、やっぱそういったところで、まあ、興味あるだとか、まあ、得意だよっていう人は、在宅はまだまだすごいウェルカムな状態ですね。これからちょっと欲しい人材になってきますね。
なるほどね。はい。これはやっぱ急性期とかがいいってことですよね。急性期から。そうですね。急性期経験してるとその辺は強いと思います。ですよね。はい。リスク管理とかそういうの見てますもんね。そうですね。っていう感じだとやっぱ回復期はあれなんですね。どうでしょうかね。回復期の、職員、うちもやっぱりいっぱいいるんですよ。はい。で、まあ、個人差もちろんあるんですけど、はい、回復期の出身の職員のすごいいいところって、うん、看護師さんとの連携をバイトしてるケースが多いので、他職種の連携を取るのがうまかったり、うんうん、はい、あとその、まあ、病棟でリハっていうの結構最近増えてきて、在宅っていうふうにつなげていく回復期が多いので、うん、あの在宅でどういったリハ提供すればいいかっていうのの飲み込みが早い職員やっぱり多いですね。なるほどね。確かに回復期の人高そうですね、はい、そういうの。そうですね。なんで急性期の人よりも回復期の人が優れているっていうのはその点は強いかなと思います。うん、なるほど、なるほど。はい。じゃあ回復期の人もどん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 興味があったら、まあ、生きるってやった方がいいってことですよね。はい、ありだと思います。はい。わかりました。まあとりあえずいろいろ聞けて一番私が勉強になったんですけど、まだ、ね、2030年までは結構いける業界だってことがよく分かったので、はい。はい。また何か話題があったらいろいろと質問させてください。はい、白田さんの方で何か報告とかありますかね。何かそういうことありました。そうですね、はい、はい、うちも、まあ、今訪問看護の事業所が3店舗になりまして、はい、で事業拡大今まさにまだまだ進めているところではあるので、まあ、在宅興味ある方だとか、うんうん、まあ川崎のまあ、主に多摩区、宮前区、麻生区、なんで小田急とか東急とかですかね、うん、沿線、まあ、南部線もかに近い方、まあ、もうこっちに引っ越してもいい方とかでも、うん、はい、全然募集してますので、はい、興味あればホームページの方の応募フォームとかもあって気軽に相談できますので、うん、連絡いただければと思います。はい、ありがとうございました。